今日のために念入りに研いできたんやで。最初の餌食になんのは誰なんや。やっぱ登場界伝説の幹部は一味ちげえな。感心してる場合かよ。こいつらが全員近江の幹部か。神室町に半分行かせてもこんなにいるんじゃねえかよ。そんな嬉しそうな声あげんなって。嬉しかねえよ。わしらはこれから大阪府警に解散届を出しに行く。文句が出るのは百も承知や。さあ行くぞ。踊れらも極道やったら力ずくで止めてみる。なるほど、そういうことやったんですが、荒川は天道来ないな。喧嘩一生に一度きりや。そしたらとことん楽しめる方につかな。おもろないわな。お前も裏切るんか天道。味方になると頼もしいね。それでも全然手が足んねえって。だから俺らまで駆り出されたんだろう。ここで俺の都政も終わりだな。でもそれを一世一代の大喧嘩で締めくくれるわけだ。伝説の極道たちと一緒によ。くそ、血がたぎるってもんじゃねえか。私の番です。やる気はどうすな。ほら来いよ。絶対負けない。くれくれ。俺の番ね。かかってきなさい。邪魔だよ。来てくれ。あ、俺の番。誰を呼ぶか。ほら来いよ。舐めないでくれる。痛い目に合わせますよ。おいおい。よし。もっと本気でやってよ。やっちゃえ。よっしゃ行くぞ。
派手に行こうか。遊んでた。帰ってきよったな、堂島の竜が。あんたが見つけたのか、あの人。あの人？何を言うとるんや。そいつは臨時雇いのただの用心棒や。名前も知らんで。こっちは任せろ。お前ら前だけ見てりゃいい。後ろは俺が死んでも守る。誰だか死ねが美味しいとこ持っていけやる。足りねえぞ、こら！決めるんじゃねえぞ。やりますか。さーて、やるか。ほら来いよ。せーよ。さーて、かかってきなさい。私が相手で。どうした？ほら来いよ。ほら来い。ほら来いよ。任せて。俺の番だな。逃げるならやるよ。いいね。かかってこいよ。本気でやってん。ほらほら。これで。うお。あれ。行くぞ。終わりだ。ほら来い。私が相手で。せいや。ほら。やんのか。どうした？ほら来いよ。やんないの。任
遊んでくんないか。手品をお見せします。活躍しちゃうよ。あら、もういいよ。どうしたら、逃げるなら今のうちガンガン行っちゃうぜ。いいね。強くなっちゃったね。さらに強くなれましたね。これで全部けやったぜ。じゃあな、春日、一つ借りとくぜ。よう、イチ。大家さん、すみません、体のやつが言うこと聞かなくて。寝たままで構わねえよ。お前のおかげだ、イチ。お前が仲間連れてきてくれなきゃ危ねえとこだった。いえ、仲間のおかげっすよ。そうか、いい仲間を持ったな。うん、いいことだ。おやっさん、今まで本当によく生きててくれたな、イチ。おやっさん。